が始まってるんですか。始まっている。はい、ですね、早速紹介するんですけど、まずこの左側が、レガシーシーン、勝者決定トップ8、1位で突破された高野修樹選手。師匠デッキはグイクスデレバーということで、今、資源をシャーマンが出ていて、まあ、そしてですね、まあ、このグイクスデレバーは今更空いた選手としてはもう、そうですね、もう見慣れてるというか、何回も当たっただろうと、まあ。やっぱりいるな、ぐらい。ぐらいの。対してこの、高翔さんデッキはすごくないですか。まさかのカナディアンスレッショルドですよ。カナディアンスレッショルド。なんか何年か前のあのこの作ったなんかデフォルトの用紙が残ってんのかなみたいな。カナディアンスレッショルド消し忘れたかなみたいな。違うんですよ。RUG カナディアンスレッショルドなんですよ。まあ、カナディアンスレッショルドと、まあ、いうのはですね、そのマングースを使ったデッキということで、まあ、レガシーではもう。著名なデッキとして並びたいんですけど、最近ではグリックヒスデーバーに取って買われた。そうですね、ちょっとクリーチャーがあのフォーシ例えばフォーシーとかの、 あの悪意のお袋とかが超えられなかったりとかで、はい、まあ、ちょっと厳しい。マングースがちょっとあまり強くないと、うん、マングースも強くないしタルモも強くないしみたいな、はい、さあ、総交渉選手は、シアンをキャストしてターン終了と、まあ、現状攻めているのは高野さんという形ですが、幸いにもこれは先手だったんですかね。先手が、高野さんですね。ですよね、まあ、1位突破なんでその利点を生かして、いや先手じゃないとなんか1ターン目からもみ消しでハマってさようならみたいな。はいはい、カナディアンスレッショルドはそのもみ消しとかそういう土地攻めパターンがあるデッキだと、うん、そうですね。そしてこのゲームを決める真の名の宿敵にはフォースオブユル、意志の力を合わせるんですが、返されて、あ、通ってしまった。カナスエ生き取ったんか我っていう感じですよね。さあ、そしてこの石の力の打ち合いにより宿敵が着地と。そうですね、やっぱ手札不毛大地が溜まってますね。うーん、まあ、マナは出させないっていう、まあ、カナリアンスレッショルド側が先手だとかなり大きいんですが、後手だとこのどうしてもこれはもう途中終わっても仕方ないというネメシスが多分対処できないし、クロックも上回れないし、はいはい、宿敵が現状対処できないと、どうしようもないんじゃないですかこれ。宿敵はどうですか、この最近のレガシー界では宿敵の枚数としては何枚が適正かよく分からないんですけど、どうなんですかね。なんかそのデルバーミラーが増えてるんで、はい、不毛で割られると3マナ届かなかったりするっていうのが、まあ、個人的にはなんかネメシスあんまり好きじゃないなって。あ、デルバーミラーで強いとはいえそのあまり過信はできないと、うん、そうですね。なんかその3マナタップすると、まあ、デイゼにもかかりやすいし、はい、まあ、そもそも3マナさせてくれないかもしれないし、この高所選手のこの土地を攻めるカナディアンスレッショルドにおいては実はあまり着地しづらいカードしづらいような気がしたんですけど、ただシギレイからのこの展開だと、まあ、シギレイが強すぎるというだけ、はい、さあこの渦巻く知識で何を戻すかで悩んでいるのが、高野修樹選手1位突破の、うーん、まあ、シギレはこういうマッチでも強い上に有田選手が得意としてるあのアントに対しても結構強いカードですから、そうですね、あの炎の中の過去がなんか 何したいのかよくわからない、はい、フラッシュバックもできなくなるこういうマッチでも強い上にさらに、そうです、ね、コンボにも強いとはともとんでもないカードという、本当にとんでもない。さあ現状でこの宿敵が殴り始めたということで、はさらにアンコウとさあこのカードもカナリアンスレッショルド当時はなかったカードでこれはちょっとゲームが続けられないということで、はい、第一ゲームを制したのは高野茂樹選手ということで、圧倒的なこの物量差といいますか、ちょっとあまりカナリアンスレッショルド側が良さを出せなかったと。そうですね、カナスレやっぱり先手と後手だと強さがちょっと違いすぎるかな、はい、カナディアンスレッショルドとしてはどっちを攻めるのが戦い方の、うん、となる、そうですね、思った。なるほど。さあ、あ、そうなんですね、エルフじゃないんですよ。高野修樹さんは最近あのエルフではなくあのグリクシデルバをずっと使われてるんですよね。うーん、エルフ昔エルフキャラで、うん、まあ、そうです有名だったんですけど、エルフの後は奇跡使って、そう奇跡使って最近では、うん、最近は、はい、さあこの時間がちょっともう電光石火の一本目だったのでまあちょっと紹介いたしますと、レガシー新挑戦者決定戦トップ8プロフィールを今から紹介していきたいと思います。まず水産の1位突破が今見事にビートダウンを決めた高野茂樹選手、28歳東京都ハレルヤの店員と、はい、試食中コミュニティはハレルヤと、ありがとうございます。
ここまでの主な成績は特になしなんですが、もう BMO であったりとかレガシーの著名な大会をよく優勝されている方で、もう特になしというかいろいろありますと。はい、使用したデッキは、グリックシスデルバー、理由は丸いから。デッキのベストカードはシギレのシャーマン。レガシーで勝利する秘訣は自分より上手い人に聞くと。確かに。ちなみにレガシーの秘訣、アイツさんどうですか。いやー、まあ前挑戦者の時に答えたように、はい、あのミスらないことが大事なんですけど、ミスってるかミスってないかの判断ってやっぱりその自分より上手い人に聞くって、これ正しいです。おー、なるほど。実は同じ道を行ってるかもしれない。そうです。はい。さあ、続いて2位ですね。レガシー新挑戦決定戦2位で予選ラウンドを抜けられたのが、影山博樹選手。29歳、神奈川会社員ということで。主職しているコミュニティは、高田の馬場市政生同盟、クオンの闇。これまでの主な成績は、あ、今朝 MO チャレンジで優勝したと。もう、へぇ、もうほかほかですね。これはもう。キュアラの大会ベスト8に8回入賞。ただ優勝は0回と。使用者デッキは、役割論理エグドワージ。ヤルドラージということで、ちょっとポケモンっぽい気がしますけど、はい、役割論理、はい、補助技は不使用、あ、除去スペルは入ってないと、デッキのベストカードは不問打ちの交差したということで、レガシーで勝利する秘訣は、土地とチャリスとクリーチャーだけを使用すると。なるほど。なるほど。スペルは腐ったカウンターの的になるためと。はい。デッキリストはですね、いつもあの全てのラウンドが終了した後ですね、だ決勝が終わった後にアップされると思うんで、あの来週の京都に向けての挑戦などをされる方はそのデッキ数をぜひ参照してください。はい、続いてですね、3位突破加藤由紀選手、31歳、東京都会社員、所属しているコミュニティはハレルヤート、はい、これまでの主な成績はレガシー横綱選抜トップ8、エターナルフェスティバルヴィンテージ優勝、アジアヴィンテージチャンピオンシップ9位、神ヴィンテージ挑戦者決定戦トップ4と、すごい、まあ、ヴィンテージはレガシーをよくやられている方ということで、はい、勝者デッキは、スルタイコントロール、チームアメリカのデルバが弱かったということで、うん、まあ、デルバを抜いた形と。なるほど。これもなかなかちょっと見ないというか、そうですね、オリジナルチューンのデッキですね。見たことないのが、はい、デッキのキーカードはシギレのシャーマン。間違いない、はい、間違いないということで、はい、ヤルドラージですね。そうですね、はい、レガシー勝率秘訣は分かりませんと。いや、ただ勝ってますか。あれちょっと聞きたいですよね。どんなところが秘訣なのか。そうですね、何なんだろう。はい、続いて4位突破ですね、伊藤瑞希さん、30歳、東京都会社員という、職種コミュニティはアミティドリーム大宮店と。これまでの主な成績は RPDQ ベスト8、使用したデッキは、ミラクルで、7勝0敗に分けですね。で MO で手応えを感じたからと。デッキのベストカードは週末ですね、うんうん、レガシーで勝利する秘訣は勝ち筋を意識すること。なるほど。はい、さあ続いて5位通過がですね、富澤慎さん、31歳、千葉県 MTG バイヤーということで、所属してるコミュニティはグレーオグレーゲーム。このシャツを、ちょっと可愛らしいシャツがあるんですけど、あのチームのシャツなんですけども、はいはい、海外のチームかなんかのシャツで、あ、そうなんですね、普通に売ってるんですよ。ああ、なるほど。でそこのバイヤーが直接もらったらしいんですが、はいはい、すごい可愛いシャツなんでぜひ注目してほしいですね。これまでの成績は特になし、勝者デッキはグリクステルバー、7勝0敗に分けと。デッキのベストカード、シギレのシャーマンと渦巻く知識をプレイしないほど愚かじゃないということで、ベストカードはシギレのシャーマンです。お、レガシー勝率秘訣は自分より上手い人に聞くと。再び、なるほど。再び来ましたね。続いて6位通過ですね、小野幸太郎さん、29歳、埼玉会社員、所属しているコミュニティは小野ゲームズ、ホビスト大宮店、カールショップ浜屋。これまでの主な成績は特になし、使用したデッキはスニークショー、選択した理由は木原ワークスを上手に使えなかったため、ベストカードはグリセルバンド、レガシー消費者は木原ワークスがいたということで、しかし使ってはいない。しかし使ってはいないと。はい、7位通過がですね、第5としめ選手、千葉県便利屋ということで、所属しているコミュニティは同人おじさん MTG部、チーム白イルカ、これまでの主な成績は、第8期モダン新挑戦者決定戦10位と、3-0いろいろと、使用したデッキはドラスト、ドラゴンストンピーですね、7-1-1、デッキのベストカードは血染めの月と月メーガスっていう。レガシーで勝利して秘訣はスリーブとマットとダイソン統一と。おお、なるほど。ダイスが統一されてどういうことなんですか。真っ赤ってことじゃないですか。ああ、なるほど。赤単だから、あ、それぞれがなんか関連性を持って統一されてるわけじゃなくて、多分違うと思うんですけど。なるほど。じゃあ、ありますなんかこのスリーブとかマットのこだわりとか、プレマとか引きますか。そうですね、この間決定戦の時はあの SCG の、はい、あのグリズリーブランドのスリーブとプレマットで、
ちょっと可愛らしいやつですね。あ、試合が始まってました、ごめんなさい。さあ第2ゲームはですね、カナディアンスエッショード側が一応攻める側、土地を攻めるデッキなんですけども、ちょっとそのこれドローにちょっとデイズを打つかな。あ、いい答えですね、はい、デイズ打って、まあこれ、まあ今やんなかったですけど、スタックでフェッチを切ったところにもみ消しを当てると、まあ払えるはずだったデイズの1マナが払えず、ホンダも一緒に消えていくという、あ、フェッチランドとそのシアンを同時に打ち消すという、そうですね。基本的にその戦い方としては、土地を攻めるのがこの高翔さんはサイドボードも特に変わらないということですかね、戦略としては。そうですね、基本的には多分それ以外だと勝ち手段があんまりなさそうだと思ってるんですけど、クリーチャーの質としてはその高野さんのデッキの方が高いと。カナディアンスレッショルド一番多分大きいのマンドリルとかで、はい、まあ、結局 4-4 なんで、うん、まあ、同じ探査クリーチャーのアンコ出てくると止まっちゃったり、うん、だとするとちょっとその序盤のこのもたつきが交渉さんとしては致命的な可能性があると。まあ、ただここからあの高野さんの土地を全部潰していければ、はい、あ、もみ消しと、そうですね、あの大地で、はい、まあ、なんとかなるんじゃないか。シギレが出ていない状態であれば、その土地を攻めるというのはかなり有効と。そうですね、まあ、はい、やはりシギレやはりシギレと強すぎますね、はい、さあただこのシギレが実は入ってないんですよね、高翔さん的には。そうですね、はい、やはりそのカナディアンスレッショールただゆえんというところですかね、まあ、スレッショールドしないと、はい、さあここは今引き込んだ、うん、赤霊杯ですかね。そうですね、を打ち込んで除去していきます。あ、黒枠ですね、一応新しい、ああなんか、はい、マスターズにもなんか出ましたよ、ね、はい、収録されてるんで、あ、でもこっちじゃないかもしれないですけど、ごめんなさい、2種類ありますよね、赤霊、赤霊派と、あ、これ多分パイロブラストの方かな、グレンハー、あ、グレンハーの方ですかね、失礼しました、グレンハーですね、ですこっちですね。さあ除去して、あ、来ました、マンドリューですね、そのアンコウとは違うと。ただアンコウよりサイズが小さい代わりに軽いのがやっぱり魅力的ですね。そうですね、スレッショルドという名前がやっぱりちょっと墓地7枚なんですけど、墓地が0枚入ってしまいました、ね、消え去りましたね、はい、まあ、どっちか出ればいい、どっちかっていうか、なんかマングースが3歳になるかマンドリルが出ればいいっていう感じですね、はい、最近は。さあこのマンドリルを言うて対処が結構しづらいという。そうですね、稲妻は結局3点なんで、うん、まあグリデルだと、はい、実況細かいです、ディスメンバーとかですか、あ、施設弾ぐらいしか入ってんのかな。まあ、致命的な一押しでも最初できないのはこの探索リーチャー、まあ、その強さはもう高野さんが誰よりも知っている可能性ありますよね、まあ、アンコウで一番で出てくるくせになんでプッシュで知らないねんってすごいカードですよねそれを見越して致命的な一押しを。あ、赤霊波なんですか。え、あ、赤霊波です、ね、赤霊波だと思ってました。おー、なるほど、悪魔の布告を、おっと、悪魔の布告だったら除去れるんですが、ここをお互いに目くらましと。さあこのクロックを対処しまして、セーフだがもみ消しを再び聞かれている、はい、まあ、土地を攻めていくと。ただ土地は結構手札にありそうですよね。ありそうではあるんですが、こっからでもまだ土地破壊は効果的ですかね。そうですね、結局マナーが出なければデイズは有効なカードになるんでただこのここからだとちょっとクロックが欲しいところですよね。相手を止めてる間に手札が少しずつ減ってしまっているので、このもみ消しも今目くらまして手札に戻したのが普通の土地だったので、うん、効かないということはもう分かってしまっていますね、うん、さあそしてその、ま、マンドリルを除去したことで一気に楽になったのが高野さん。高野さんもクロックがない。ないですね。どうですかね、後手はやっぱりさばくっていうのが中心になるから、ちょっとキープも変わってくる可能性がありますかね。そうですね、ただでもクリキスセリバーが多分カナディアンスレッショルドのクリーチャー結構対処しづらいので、はい、まあ、先ほど悪魔の布告があったぐらいですかね、うん、ちなみに悪魔の布告手札にもう1枚あるように見えますが、2枚取ってると、とまあサイドに、まあ、確かに2枚入れてるデッキ結構多いですからね、はい、まあ、ありえなくもないが、よく考えてみたら黒マナが消え去っているので、黒マナやっていうのありますね。あ、そうかそうか、先ほどあの目くらましで戻した、あの守ってるわけですね、逃がしっぱなしってことですね、はい、あ、さあこの秘密を掘り下げるものは稲妻で対処するんですが、やはりクロックがなくて
ドロースペルが逆に高野選手にあるので選択肢が多いですね。そうですね。フンダーをさあシアント打ち不毛不毛ボルカニックアイランドですね。どうですか、手札にも不毛もありますけど、さすがにシャッフルです、ね、さすがにシャッフルですかね。いやあとそのカナスレ、まあ、もう一騎士入ってるデッキ相手だと不毛を起動するとなんか自分からランデスされに行った動きになっちゃう。あ、不毛第一の能力をもう一騎されると、なんでちょっと、はい、打ちづらい、打ちづらいで起動しづらい、まあ、手札にもみ消しも草っていうことですからね。そうですね。さあこれをシャッフルしていきますと、幸いにもアンシーも逃がしたままなんで。そうですね。あ、赤霊波と赤霊波って途中で変わったっていう噂を今。あ、そうなんですか。全然知らなかったですね。日本語名見たことはなかったんで。ああ、そうか。今回のマスターズでなんか振り仮名が赤霊波になってことですね、なってたような気がしますね。さあお互いにドローゴーが続きます。あ、高野さんとしては圧倒的に安心を守っていきますね、もう。そうですね。これはアンコウとかのためにとずっと取っておいてるっていう。うん、まあそうですね、アンコウかな。はい。他は何もない。まあ、エディクトはあるけど。まあ出てきたらメインボードで対処すればいいと。うん、さあ、この渦巻く知識で悩むと。ですが解決。引いたのは土地土地。ランド多いですね、そういう2社も。まあただ、もう、ちょい少ないと結構もみ消しと不毛で全部消えちゃう可能性もちょっとあるんで、はい、まあこのマッチアップでカナスレがクロック出てないなら、まあ土地引いててもそんなに悪くないかな。クロックが最重要と。そうですね、まあ、まあ土地を攻める意味もなくなってしまうと。さあこのフェッチランドに、もみ消しをいきますと、まあブレストで不要牌積んでシャッフルしたいなっていうのはまあ一応止めときたい。まあ、その不要牌を引かせるという意味でのこのもみ消しと、うん、そうですね、はい。もみ消し最近のちょっとあまり使われる機会も実は減ってきていますよ ね、 そうですね。嬉しいんじゃないですか、アント的には。もうああまあストーム消えちゃいますからね。そうですね、なんかもみ消しが結構入ってるとそれはそれで困るのか、困りますね。まあ、ただもみ消しが結構流行ってる状態でレガシーやってたことがないんであんま分かんないんです、はい、ああなるほど。今このカーデス接触度相手したらかなり厳しい可能性がありますね。そうかもしれないですね。ああ、さあアップキープにこのトロピを破壊しますと。ミドマナはやはりこのカーリアス接触度はかなり重要と。そうですね、マンドリルとなんだっけ、マングスか、マングス、まあ、タルモゴイフが入ったらタルモゴイフも、そうですね、クロック全部ですか、うん。さあこのエンドに高野さんはアンシーをサーチしまして、さっきデッキ逃がしていたやつですね。はい、お互いにその決め手というものを引きましたね。ただどうですかね、このお、いきますね、若きグエンツ師匠。このカードもカナレの聖書の前世紀には存在しなかったカードですね。そうですね。あ、そして今これ引きましたね、ようやくマングースを引いたけども。さあこのマングースはグエンツ師の方が、若きグエンツ師匠はこのやはり2マナ以下のカードが使われているレガシー界隈ではものすごい強さです。おお、しかしただこのフォークドボルトは、さあ渦巻く知識と、あれでもこれあれ、はい、あのなんだフォークドボルト対象なんか言ったんですかね。あ、多分1点1点というふうに宣言はされてるとは思うんですけども、大丈夫か、おそらくそれは問題ないと思います。さあこの渦巻く知識に対して悩みますと、あプラスアストン、ローバイの嵐ですね。ローバイの嵐はそれこそも先ほども言いましたが、アントにはかなり効きますが、こういうゲームでも効果的なんですかね。そうですね、神決定戦で結構そのシギレを守るのに活躍してましたね。おお、まあ、こういった戦いではそのクリーチャーが肝となるんですが、そのクリーチャーを守るために使えるスペルということ で、 そうです、ね、はい。さあこの呪文貫きを、あ、使っていきましたね。今回はその交渉さん側が自分のフォークドボルトを守るために使ったけど、そのローバイの嵐を解決した上で呪文貫きを打たれてしまったので、打ったと、まあ、ちょっと、まあ、クリーチャー守るのには強いんですけど、はい、結局スペルだとこういう裏目がきつい、生き残ってしまったと。さらにここに月さんの悪魔の布告と、この2枚目の悪魔の布告はもうデッキリストが素晴らしいと。そうですね、大体あまり入ってるのは1枚かそのぐらいに思うんですか。まあそうですね、1枚、まあ、2枚のリストも全然少なくはないですね、はい。たださあ、まあ、とりあえず構成がもう
してこの場をまくる手段が入っていないということで、まあ、そうですよね、はい、2勝0敗で高野さんが圧倒的な強さを見せつけました。